3月14日、宮前区宮崎にある川崎市青少年の家で、動物に餌やりやおさわり体験ができる親子ふれあい動物園が開かれました。1年に1回の人気のイベントで、この日はウサギやモルモット、ヤギや羊など全部で7種類の動物と触れ合えるとあって、多くの親子が参加しました。そうですね、やっぱこちらもとても幸せな気持ちになりますし、やっぱりこういうことで触れ合ってもらえて、少しでもなんか動物たちと仲良く遊んでもらえて、優しい気持ちが少しでも芽生えればいいのかなと思います。中には初めて目にする動物や初めて触れる動物もいて、恐る恐る餌をあげたり触って大喜びする子どももいました。動物と触れ合い、子どもたちは楽しい時間を過ごしていました。大きいね。すごい楽しかったです。なかなかこういう体験できないので。ね、ご飯あげてたよね。初めてあげれたね、動物にね、ご飯 ね。楽しかった？楽しかったよね。ね、すごい楽しかった。なんか、ね、こんなにたくさん動物いると思わなかったので、楽しかったね。フードだった、うん、楽しかった、はい。うちまだ遊んでるんで、最後まで楽しんでます。動物がすごいたくさんいて、可愛くって楽しかったです。パン君、どの子が一番可愛かった？ひよこさん。ひよこさんが可愛かったです。あ、すごいすごい食べてる。